はようございます、釣り子 TV です。こんな感じのね、袋、この中に2023年結構ね、横浜の釣りフェスティバル、そしてフィッシングショー大阪ね、いろいろな展示会を見ていた中でも非常に気になったね、今年のね新製品が入っております。もうね売っていたので買ってきちゃいましたっていうことで、早いところだと2月からね気になってるシマノの新製品なんかもね続々と店頭に並ぶよみたいなね、アナウンスは見ていたんですけども、もう横浜釣りフェスティバルが終わってちょっとしたタイミングでね、これは絶対買おうと思っていたちょっとマニアックなねある物が釣り具屋さんにね並んでいたので、購入してきました。だいたいね1万円超えのお買い物になります。じゃあね、まあ早速出していきたいと思います。何が入ってるのでしょうか。じゃじゃーん、はい、ビールシートですね。あとねもう一個、じゃじゃーん、またまたリールシートですね。これね微妙にこうサイズ違いでね2つのね最新のリールシートを買ってきたよっていうことで、こちらねご紹介していきたいと思います。あとはねこれね領収書ね、なんとね、まあ1個、6000円、片方はまあ6200円っていうことで、消費税入れるとこのね2つのパーツで、13,420 円ね、安かないですね。はい、じゃあね、早速どんな感じのものかっていうのをね見ていきたいんですけど、まずねこの側面を見るとね義徳ね、富士工業の中でも非常にね研ぎ澄まされたですね義徳ブランドっていうことで、今のなんだろう技術の粋をね集めて作られた、そういったね商品につけられるですねこの義徳のね文字がね見えますね。でこう後ろには説明書きがあって、はい、こっちがですね TCP-FBCSK13 って書いてありますね。で、こちらはサイズ違いなんですけども、TCP-FBCSK の15って書いてありますね。ここの、15とね13が違うよっていうことで、大まかな形はこういう感じで一緒なんですけど、微妙なサイズ違いっていうことで、ここら辺を読み解く上でね非常に、頼りになるのが、はい、ね、富士のこのカタログですね、2023年ということで、展示会以外にももうね、各ね、いろいろな釣り具屋さんに置いてありますよね。まあまあ、ざっと中を見ていくと、こういう感じで、もうね、今のガイド、グリップ周りがどうなっているのかね、こと細かにね見ることができるんですよね。なんとなくの印象としては、若干トルザイトリングとかが、まあ、昨今のねコロナ禍とかいろいろな状況が相まって少し手に入りづらくなっているのかなって勝手な印象なんですけども、注文していたねトルザイトガイドのね竿がなかなか納期が遅れたりですね、あとはまあメーカーによってはトルザイトから使用するガイドを SICS に変えてとかね、そんな流れが見えるなって中で、ここのトップページがね、あなたのガイドは SIC ですかなんていう風にね書いてあるので、そんなまあ時代的な流れもね見えるのかな、どうなのかな。ただ以前ねトルサイトガイドが一番軽く仕上がるっていうことには変わりないと思いますので、自分はね、個人で楽しむ分にはね全然トルサイトガイドとか買えるものなんじゃないかなって思うんで、自分で組む竿は、トルザイトのチタンガイドで行こうかななんていうふうに思っているんですけども、
て、まあ、なんていうか話が、長くなりましたが、まあ、ガイドのね細かいね、どういうガイドがあるよっていう、このガイドにはこういう、特性があるよみたいな、ところが続きまして、このガイドコーナーを終わるとですね、今度グリップのコーナーになっていくんですが、ペラペラ、あー来た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 、はい、TCH って書いてありますけども、このね義徳ね、まあフラットバックキャスティングシートって、まあ、ここにねこうニューっていう感じでね、書いてあるんですけども、もう最新鋭のね技術を全てつぎ込んだですね、こういったガイドが、今年2023年から登場しますよっていうことで、ボディがですねカーボン強化樹脂ですね、でフードが、チタンカーボン強化樹脂で、K ナット部分ガラスファイバー強化樹脂っていうことで、非常にですね高強度ね、たわみのないようなねこういった、まあ、軽くて強くてっていうね、こういう素材が使われているよっていうところと、一番注目したいのがですね、このねさっきサイズのところちょっと触れましたけども、サイズが13と15っていうねサイズが展開されているんですね。で今までの従来のリールシートでいくとですね、これで、まあ、これスピニングだけど、まあ、例えば、まあ、TCS とかね好きでよく使ってますけども、そこら辺っていうのが内径のサイズが、まあ、16っていうサイズからね、16、17、18って展開していたりですね、まあ、よく見るこう ACS ガイドとかもですね、内径のサイズは16からスタートだったんですね。で ECS も16からスタートね、まあ、大概この筒の中の内径がね16からスタートっていうのが結構今までの富士のねキャスティングシートの内径のね今までの常識だったんですけど、そこら辺の常識が一気に変わってくるよっていうことで、サイズ13とね15っていうことですね。まずじゃあちょっとこの13の方をね開けていきたいと思います。あ、そうですじゃーんとね、はい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 、わー綺麗ですね、この艶やかなね、あ塗装とかしないでもこれからちょっとしたなんだろう、マーブル模様といったらいいのか、なんかね研ぎ出されてねすごいね綺麗な模様がね磨き込まれて浮かんでおりますが、はい、ね、これねちょっとねこういう感じでここの内側のね径が非常にまあ細いんですね、今まであったリールシートよりも、これによってより薄くね作れちゃうなおかつこれは違う性能になると思うんですけど、ここ見てください、ここが L 字型に、ね、なっている、これによってこう例えば握り込んだ時にですね、これまあ本番の時はこう閉まってますよね、どう握ってもここら辺がねツルツルな面がね、ずっと続くんですよね。ほんとね、これでその富士工業のブースに実際にこれで、組まれているねベイトキャスティングロッドをいくつか触らせてもらったんですけども、すごいね自分なんかが手小さいんですけども、このね13っていうグリップねギューッと握り込めてね、全然ね、なんだろう横方向のブレとかにね強いんですよね。横に竿をこうグリ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 ってね振り回されてもしっかりとね手にこう、吸い付くようにね力が入って、すっごい持ちやすい、ね、
こういったリールシートなんです。で、これがですね、内径が、13っていうことは、例えば、まあ昨今 の、 ベイトフィネスとかね、ちょっとなんていうんですかね、細身のブランクス、これで仕上げていくときに、そのブランクスとこのグリップ部分のねところに結構隙間ができるから、その隙間を埋めるために竿を作るときはこうアーバーというね、緩衝材をかませて、でそれで隙間をねないようにして、でブランクス部分をこう差し込んで、で接着していくっていう感じだったんですけど、この内径を細くすることによってブランクスのね、径と比較的近くすることによって、まあ余分な部材を入れずに、なおかつ、より今までより握り込みやすい細いね、こういったリールシートが作ることが可能ですよっていうことになってくるんですね。じゃあ、こっちのね、一緒に買った15の方もね、せっかくなんで開けていきますね。はい、これがね同じくフラットバックキャスティングシートの、15っていうねアンテですね。こちらの13より若干こう内径が太くなっているんですね。これがね 13mm で、こっちがね 15mm っていうね、 15mm になった分ね、基本13よりは少しね大きめ、気持ちね大きめの握りなんですけども、例えばやっぱり自分みたいな手の小さい族で、ギュッと握り込める、なんていうんですかね、ビッグベイトロッドね、まあ最近だとシーバス釣りなんかもですね、 100g を超えるようなねペンシルベイト1日中投げなきゃいけないっていうね、そんなことが巻き起こるわけなんですが、そんな時にこのね内径、15で組まれたこのフラットバックキャスティングシートであれば、より力強く握れて、なおかつねここら辺もね、先ほど説明したようにちょっとツルツルな弁が、長く続いているっていうことで、よりねパワフルにねこうギューッとね握り込めるんじゃないかな。あとは強度の方もね、従来のキャスティングシートよりねだいぶパワーアップしている、まあその分お値段の方もパワーアップしているっていうね、こういったリールシートになるかと思いますので、でまあこれ内径が、15っていうことですけども、具体的にね自分がね竿を作る時とかによくあるのが、まあ、バットジョイントでバットの部分が、14っていうね径のものをね、ブランクスのものを使うことが多くて、クリアランスがこう1ミリぐらいねできるのかなっていう感じで、まあ細かい話を言うと、これ13で15で14なんかがあったらね、なおっていう感じではあるんですが、まあね、とりあえずね、このなんていうか、13と、15が出たので、まあ気持ち的にはねこの13にちょっとそのグリップ部分のパーツカーボンの方を少しだけ、削り込んで組もうかな、もしくはまあこっちの、15っていうね、この径の方で、まあ、ちょっとしたね、まあ、アーバーまではいかないですけども、まあ、緩衝材を入れてがっちり接着しようかなっていうね、まあどっちにしようかななんて楽しむために2つ買っちゃいましたね、新登場なんでね、新しいもの好きっていうことで、2つ買ってみましたよ。でまあ、ポイントとなるところはですね、やっぱり従来のリールシートっていうのがだいたい無塗装のものであるとね、もっとねこれね、1個だいたい6000円ぐらいするんですけども、だいたいこうパーツ単体で買うと、よく使う TCS のリールシートなんかは、800円とかなんですね、これね。だいたいこのサイズ、内径この16の、TCS とかをよく買うんですけども、この無垢のねよくあるようなこういった色合いのものであれば、800円前後でね買えちゃうのがだいぶこうお値段的にはねパワーアップしてきますよね。お値段もパワーアップしてきますよね。
だからまあそんなところを見るためにもこのね富士工業のねカタログってねすごいよくあの釣り具屋さんに置いてあるんですけど、これで見てこのねいやらしい話ですけど、ガイドの単価とかね、チタンでトルザイトだったらいくらなんかとか、こうもう SIC でステンレスフレームだったらいくらなのかねとか、まあそんなところをね見ながら、あその竿の成り立ちっていうのをね、想像していくとまあ面白いというね、すごいねちょっとねマニアックな話ですけども、まあその中でも、リールシート部分に関してはね今回2023にこういった感じのねもうスーパースペックな、ね、リールシートが登場したんで、例えばそのメーカーから発売されている竿でなんだろう、このフラットバックキャスティングシートね、義徳仕様のこれを採用しているベイトキャスティングロッドなんかがあった日にはまあお値段どうなるか分かんないんですけど、相当ねその材料代に気合をかけて作っているよっていうのがね、想像できるようになってくるわけなんですね。でまあまあまあどうなるか分かんないですけどね、これを触って握り込んでね説明を受けたプロの方とかで、ああちょっと俺の作る竿にこのリールシート採用しようなんてポロッとねおっしゃってる方なんかもいましたけどもね、今までまあ塗装とかすると結構高くなったりしますけども、だいたい800円とか1000円前後で済んでいた、まあ、ここら辺のパーツがね、でここにまたどういう飾り付けをするかとかね、どういう、まあ、飾りのリングを入れるとか、まあ、そういうのでまた値段はねどんどん変わってくるんですけども、ただこのフラットバックキャスティングシートを採用しているよっていうねバス竿は、ここのパーツだけで相当ね気合を入れた予算をかけている竿なんで、あいいものには金を惜しまねえんだな、本気の竿を作ってきやがったなっていうのが、垣間見えるそんな部品なんじゃないかななんていうふうに思います。まああとはねこう趣味で自分で作る竿なんかにはねなかなかそのメーカーのプロダクト品だと、採用できないようなこういったですね非常にいい、ね、部品ね、自分の竿だけに、まあ、例えばグリップカスタムとかであってもちょっとグリップ部分ばらしてねこれに付け替えてそのたわまない感じとかをね楽しむそんな楽しみ方もねあるんじゃないかなって思います。自分はまあそっちの口ですね。これをなんだろう釣りフェスティバルで初めて、握り込んだ時の感動、やばいねこれっていう、これすごいねってどう握ってもすっごい力入るし、ここなんだろう手に変な引っかかりもないし、こういうのすごいねっていうね、本当にねなんだろう、まあいろいろ感動した、最新釣り具はたくさんありましたけども、一番結構ね気になったのはこのフラットバックキャスティングシートだったんで、それがもうなんか何やらもう釣り具屋さんで買えるみたいよっていうのを、記事をね、見かけて、あとはねあの富士工業のね、青木プロの説明を、まあ実はね大阪のね、フィッシングショーでも、富士ブースにお伺いしてね、さらにね、まあ、これの、まあ、作った苦労話なんかもねいろいろ聞いたんですけども、そんな感じだったらもうこれ買っちゃうしかねえよなと思ってね、一つと言わずサイズ違いで、二つ買っちゃいました。ちょっとねマニアックなお買い物かなと思うんですけども、はい、というわけで、2023年のね、新製品一発目ね、ニューな感じのやつはねこちら富士工業の最新鋭の技術を集めた既得のね、フラットバックキャスティングシート、これをね、2つサイズ違いで買ってみてるってこういった、ことでした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。